皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創造者の斉藤舞香です。はい、今日はねお仕事終わってから夕方からですねコピーに走りまして、で明日の楽譜とか明日以降のね、はい、いろんな週末の楽譜とかを、ちゃんと製本をしていました。一個ずつ製本をすると無駄があるような気はするんですけども、忘れ物をするのがねやっぱり怖くて、で忘れないようにと思って、一つ一つの本番をセットになんかしたりなんかします。そんなわけで明日の合わせがねこんだけあるんですよ。ちょっと結構な量じゃないですかなんかね、これで一冊にしてます。こんな感じなので、明日は忘れ物が絶対ない状態になっています。っていうのがですね、明日は仕事が終わってから、お昼を多分食べる間もなく、移動をしまして合わせに行きます。で合わせに行った後そのまま、もちろんお昼は食べないまま、お昼重要視しすぎって言われそう、で、そのままホールに打ち合わせに行きます。もう一人の人とちょっと合流してですね、っていうのがですね、そろそろホールとの打ち合わせの時期だなと思っていたんですけども、斉藤ね決してねその四六時中忙しいわけではなくて、忙しい時間もあるけど、結構空いてる時間もあるんですよ。だって遊んでるぐらいだからねなんですけども、たまたまこの舞台さんと斉藤の予定が見事に合わなかったという、ご提示いただいた日程が多分ね10日ぐらいあってたんです。がしかし見事にどうにも動かせない予定で、しかも結構キンキンのをね、もうちょっと先だったらば予定も変えれるんですけど、もう今からこれ動かせないなっていうのとか、いやこっちに今いない時間帯だよねとかっていう時間帯ばっかりで、唯一あったのがそこなんですけど、明日は本当は合わせをもっと夕方までする予定だったんです。結構みっちりなんですけども、その合わせの予定を変更してもらって、舞台さんとの打ち合わせに行くことにしました。こちらの方もね1ヶ月ね、切ってるんだな、はい、切ってるので、行かなきゃいけないので、はい、無理をしていこうと思ってはいるんですけども、なので明日は合わせをかなり密度濃くやらないと、正味90分ぐらいしか合わせができないので、プログラム的にカツカツ1回通せるか通せないかって感じなので、でまたね本番までにちょっとは時間があるので、ただね忙しいメンバーなので集まれるかっていうあたりがちょっと不安ではあるんですけども、とりあえず、明日やってみてから考えようかなと思っています。そんなわけでまずは、明日の楽譜がしっかりできたこと、打ち合わせのタイムテーブルとかが、しっかりね私が作ったやつを元にちゃんと作ってくださった方がいて、はい、とっても綺麗に、私にはあんなに美しくできない、はい、っていうのが出来上がっているので、打ち合わせにはそのまま突入して多分大丈夫だと思う。なのでね、明日のまず仕事から合わせまでの、準備ですね、はい、もう多分荷物持って速攻で行かなきゃいけないので、今から楽器とかが忘れ物のないようにっていうのと、あと自転車で滑走しなければいけないので失踪、はい、どっちでもいいんですけど、めっちゃ多分走らないと間に合わないので、どっちも、はい、なるべくちょっとでもね長く、はい、合わせをしたいなと思うので、 できればギリギリまで合わせをしたいなと思うので、もう一回、はい、ルートを調べて、で、かかる時間をもう一回目安出して、で、打ち合わせには遅れるわけには、遅れていいですよって言われてるんですけど、そんなのを待たすわけにはいかないので、はい、ちゃんと届く、届くだって、ちゃんと待ち合わせの時間までに間に合うように、はい、計算を逆算していこうと思います。まあ、そんなわけでして、今からはその準備をしようと思っています。いくつかね皆様とこうなんかもっと遊んだり共有したいことって日常の中でいっぱいあるんですけど、なかなかねなんか日々に追われてて、こういうことはねちょっと計画性がなさすぎるなと思ってね反省はしているんですけども、で前ちらって言ってましたコンサイスフルートのねアンサンブルは8月の25日に、はい、させていただくことになっておりまして、でその8月25日の方の、コンサートの打ち合わせとかもいずれ入ってくるんですけども、とりあえず今はその
チラシを作るにあたって、まあ大体アンサンブルメンバーが出揃ったので、まあなんだろう、チラシを作成してくださる方がいろいろと今準備してくださってるんですけど、その一番最後にですね、コンサートの一番最後にフルート持ってる人全員集合という感じででしてね、はい、あのオニクルの北新ホールで、最後にみんなで大合奏をしようと思って計画しています。多分なんですけど、人数分あの譜面台をご用意することは無理なので、譜面台とで事前に楽譜をね、まあネットからねダウンロードできる形にまで持っていこうと思っているので、それを見て練習していただいて、楽譜と楽器と譜面台ね、ご自身のを持って、北新ホールに集まっていただいたら、最後みんなでね合奏一緒にしましょうねっていうやつを多分やると思います。あのほぼ決定なんですけど、どんな風に、楽譜をアップしていくかとか、まあ、著作権の問題とかもあるので管理の問題もね、なので今ちょっと最終詰めをしておりますので、まもなく、はい、あのいろんなことが発表できると思いますので、8月25日のお昼間、まあ、お昼間だけじゃなくて午前とかもいろいろやるかもしれないんですけど、はい、なんとなくご予定を開けていていただいて、フルートを持ってる方は、はい、あのひょっとしたら北新ホールで一緒に吹けるかもって思っててください。めちゃめちゃ大人数にならない限りは多分大丈夫と思うし、一応北新ホールをその日はねオープンで使おうと思ってるんです。なので、まあ、外側まで、はみ出てもオニクルの人が許してくれたら、打ち合わせまだ終わってないので、あのはみ出ることは多分ないとは思うんだけど、そんなに莫大な人数集まらないとは思うんですけど、はい、まあ多分大丈夫かなと思います。多分大丈夫と思うあのフルートねやっててね、あの合奏混じってみたいなっていう方、グレード的にはちょっとだけね小難しいかもしれないけど、吹けるとこ吹けないとこオクターブ下げたりなんかしながらやっていただいて大丈夫なの でよっぽど吹けない方とかがおられたら、初心者の人でも吹けるような楽譜をちょっと書くかっていう風なこともちょっと考えてたり、個人的にですけどね。なのでどうしても例えばアップされてる楽譜を見てこれはダメだと思った時はご相談くださいっていうとこ、ただまだ楽譜アップされてないので詳細は今しばらくお待ちくださいということで、サイトはとりあえず明日の準備します。また時間のある時においおいいろんなイベント情報をアップしていきますので、はい、楽しみに待っていてください。いつもいろいろ遅くてごめんなさい。それでは皆様またね。